出張しゃべくり30。大工さん、はい、初のスタジアムでの収録です ね。ちょっと雰囲気変わるね。変わります ね。さあ今回大分トリニータ OB お三方、出演してくださいます、はい、はい、ということで自己紹介していただきましょう。お願いします。馬場健二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。笑っちゃったよ。シンプル、ちょっと笑っちゃったよ。シンプル。はい、2018年から2019年、はい、大分トリニータ所属の馬場健二さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ続いて大分県大分市出身井上です。よろしくお願いします。爽やかな感じです。ちょっと滑ったね今。ちょっと今ね、何年おったかなと思って。大輝さん、はい、今日 OB 大輝さんを含めずに3人なんですけど、うん、椅子が一つ空いてます、うん、ですよね。大きい椅子が空いてますよね。大きい椅子が空いてます ね。あの森島さんが来る予定なんですけど、うん、ついさっき起きたということで。おい大輝さん、これいいんすか。これは良くないね、社会人としてね。まあこれはね、まあ、自分が損するだけなんだよね。ガチやめてよ。さあということで、このコーナーではトークテーマを用意してお話伺っていきたいと思います。まずはこちらです。引退後の今何をしていますか。ここファンの皆さんもね、うん、きっと気になる部分じゃないでしょうか。はい、馬場さんは引退後の今何をされてるんでしょうか。はい、今僕はマインドプラスっていうアパレルブランドを立ち上げて活動しているのと、あと大阪の近畿大学というところでサッカー部のコーチをさせていただいてます。はい、今ちょうど着てらっしゃるのがそのブランドの、はい、おしゃれだもんね。なんかもう見た感じが、いや、うん、かっこいいわ。こういうアパレルブランドっていうのはずっとやりたかった。そうですね、まあやってみたいなってずっと思ってたんですけど、うん、まあ、実際やるとなる決断は結構、はい、スタッフはいるんですか。スタッフはいないです。一人でやってます。へえ、すごいね。そうですね。マインドプラスっていうそのブランド名にはどういう思いが詰まってるんですか。まあ、なんか思いとかっていうのを現役時代から大事にしてきたので、まあ、そういうあのマインドっていうのを、心とか思いっていうのをにプラスなんか遊び心とか幸せとかを自分がこう提供できたらいいなっていう思いで、はい、しっかり考えてるね。いや、俺も思ったっすね。いや、すごい。現役中から現役中からそういうの考えてたの。本当に、いや、本当引退してからですね。引退してから、はい、やるにあたってずっと考えて、行動力あるんだろうね、やっぱりね。なんとかやれてる感じですね。もう馬場くんの汗がすごいから、もうタオル貸してあげて。なんかティッシュください。いきなり久々にこんな皆さんとこうガーって喋って。ぜひこの番組 J:COM でも流れてますけど、 YouTube でもきっとアップされますので、はい、そのブランドの PR を、あ、そんなに全然もうどんどんしても、うん、もういいよ、どんどんして。いや、もう、はい、マインドプラスお願いします。シンプルー。短い。さあ井上さんは今、はい、引退したあと何をされてるんでしょう。僕はですね、まあ大分市ので、まあ、一応、まあ、奥さん、嫁の家業ですね、うん、を今、中に入ってやってます。なんか自分の方だったらすげえ成り立ちになるんですね。馬場さん気持ち悪い。何、うん、何やろ。雄大、はい、もう社会人何年目ですか今。いや、でもやっと2年目です。今役職というと、いや、役職やめましょうよ。今何でしたっけ。取締役。取締役。取締られてるの。まあ、はい、まあそんな感じで頑張ってるんで。いや、頑張ってるの言うな。具体的にどんなお仕事をしてるんですか。ああ、そうですね、まあ、基本的に、まあまあ、浄化槽がメインとする、まあ、会社なんですけど、うん、はい、で、まあ、水関係ですね。水関係は、うん、まあ、ほぼほぼできるんで、何かあったら DM ください。宣伝だけはしっかり。じゃあ営業やってるんで、やっぱ営業やられるんですか。そうです。なんで、まあ、案件あったら DM くれたらすぐ飛んでいくんで。営業得意ですか。いやー、やっぱ難しいですね。でもやっぱ本当に
そのなんかこう厳しさというか難しさはやっぱ1年目結構ぶちゃたつったですね。営業っぽいけどね、うん、今日のファッションも、うん、いやだからこれ寝巻きって言ったじゃないですか、ね、おしゃれな寝巻きですね。さすがですね、取締役ですわ。さあでは続いてのトークテーマ参りましょう。こちらです。引退を決意した瞬間、それぞれあると思います。じゃあ次は井上さんからいきましょうか。引退決意した瞬間、瞬間、まあ自分は瞬間はないんですけど、まあこう戦って1年間こうシーズン始まってやってる中で、まあそうですね、まあ、契約満了でいいですか。ね、やめようかな、そろそろ、ね、そろそろ、まあでもそろそろかなみたいな、まあ、やりたくてもねできない選手もいますから、クビっていうことですよね。いやそろそろかなみたいなのは思ってたんですよね。まあ、実際自分がこうトリニタ入って、まあ3時までやれるっていう自信もなかったんで正直。でそこからこうスタートして、まあ実際31までやったんですけど、まあでもまあ。まあ、幸せなサッカー人生やったなっていうのが本当もう率直な感想なんで、感想というかまあ本当みんなに感謝します。馬場さんは引退を決意した瞬間いつでしょう。僕の場合はあの最後あの単身で行ってて、で、まあ、子供も一緒に住んでなかったので、まあ、ほぼサッカーにで、まあ、コロナ禍っていうのもあって出かけることもないし、で2月ぐらいに決まったんですけど最後で大分の家の前の市民公園でずっと動いててやっと決まってみたいな。でまあもうじゃあ1年間というか最後、まあ、鹿児島で引退したんですけど、鹿児島にまあ全てを捧げるっていう気持ちで行って、で家族いないコロナ禍っていうのもあってもうほぼサッカーに全部注げたっていう自信がある1年だったんですけど、でまあシーズン終わりぐらいにで最後5分ぐらいしか出ない試合が何試合か続いた時に、まあ、なんとなくそこら辺から ここら辺かなっていうのをかっこよくいつも言ってるんですけど燃え尽きたと、もうこれ以上サッカー来年頑張れないなと思ったので、もうなんか全然サッカーしたいとも思わなかったし、だ結構すっきりしています、ね、僕は。へー、はい、それを伝えた時のご家族の反応はどうすかね。そんなに、まあ、息子はそれこそ大分トリニータもずっと見に来てサッカースクールも入ってたし、なんかあやめなんかちょっと寂しそうでありましたけど、まあ、でもあの離れてたんで一緒に住めるっていうので、まあ、逆に紛れたかなっていうのがありましたね。でもどんどん離れていくから子供はね。そうなんですか。もうどんどん飛び立っていくよ子供は。もう早いもんで中学生になればもうどん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 もう自分がやりたいことをやっていく。まあ、確かにそれは現実ですね。そんな感じなんですか。いやもう収録中だから。いやもう収録中だから。40分遅れです。こっちで入るからじゃまた。ね、あなた土足歩いて。あなたカバン置きなさい。俺は大分に呼んだから。もうデカのことはいじったんで。はい、うん。だからこれはもうテレビで見て。どんな感じで収録になったかっていうのよね。そうですね。だデカのあれ言う、じゃあ引退後のとりあえずまず自己紹介してみましょうか。森島です。すいません。畳んでいいのよ。立ったらカメラがまた動かさないといけないから。わかる、限られた人数でやってるでしょ。いやいやいや、30年間。いいのよ、もう切り替えて。はい、切ります。あ、はい、いい。はい、じゃあ何、いつぶりの大分ですか。まず4年ぶりっす。おお、昨日は楽しい夜を。いや、ちゃんと寝たんですけどね、12時ぐらいに。ちゃんと寝ました。これ釈明会見じゃない。な、今日君たちが引退して何をしたかっていうのをね、視聴者に皆さん伝える番組なんで。お二人にはもう一通り聞きましたので。引退後今何をされてるんでしょうか。今スクール活動ですね。はい、まあ、大輝さんみたいな、まあ、僕もそうですけど、あのフォワードに特化したスクールを静岡でやってます。はい、それは自分がもう立ち上げて。そうですね、まあ、藤枝行っ
ってから4年なんですけど、4年の間にちょっと、まあ、選手活動をしながらちょっとやってたんですけど、まあ、それをちょっと自分の仕事にしようかなと思って。面白いね、まあ、デカとかね、ストライカー育成のところはね、なんか違う、いやいやいや、フォワードを作り上げてほしいよね。いやいや、なんか手の使い方とか、まあ、30分は基本的にオフザボールっていうか、あのプルアウェイだったり手の使い方だったりとかっていうのはしてますね、はい。まあ、手の使い方でよいイエローカードやファウルもらって、いやいや俺もそれ思ったんですよ。変な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 手の使い方を教えたらダメだよ。ちゃんとな、フェアプレーの。まあでも本当にまあそういうところもなんか今の子たちって手の使い方とかも分かってないと思うんで、はい、そういうところもやっぱ大型ストライカーで対戦しなかったんで、なんとかあの大分トリニタにもね、あの輩出したいなと思ってちょっと静岡でやってます、はい。引退を決意した瞬間、タイミングってどこだったんですか？全くないんですけどね、なんか引退したいっていう感じじゃなかったんですけど、なんか普通に引退してたって感じです。現役やりたいけどできないっていう現実を俺見てるから、じゃあもうやめようっていう感じが多かったかな。もうチームがな、はい、オファーがなかったからっていう。そうですね、はい。もうでもその育成っていうか、うん、そういうところに行くっていうのがちょっと意外だったね。いや確かに、うん、いや大輝さん来てくださいよ静岡で。まあ機会があれば、ね、まだフォワード、はい、来てくださいよ。機会があればそれは社会人の言葉に方ですよね、はい、機会があれば。この収録を取った瞬間あのグーで殴られると思うんで、まあそれは大丈夫なんですけど。いやもうね、それはもうデカが頑張ってるんだったら応援もね。いやもうぜひぜひ来てほしいなと思って。サッカーファミリーですからね、うん、そういうの困ってた人がやっぱいたらやっぱり助けに行くっていうのがやっぱりサッカーのいいところだと思うんでね、ぜひ頑張ってほしいね、はい、すいません。前半はもう結構あのお話ししたので森島さんちょっとだったんですけど、ちょっと待って待って、これ前半なのまだ。そう前半です。ようやく森島さん来たので、はい、ということで前半はこれぐらいで、はい、また次週後編はもっと思い出話など振り返っていきたいと思います、はい。